ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗成です。そして同じくヨーロッパ企画の藤谷理子です。KBS 京都、 RNC ラジオ、 CBC ラジオ、福岡ラブ FM をお聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。いや、理子ちゃんのね、先週さ、はい、なんか本読みしてたっていうさ、はい、現場の話聞いたけど、情報解禁されてましたね、はい、そうですね。ねえ、タイトルは、うん、M バタフライという舞台ですね、はい、今年の6月24日から、はい、東京新国立劇場小劇場で、うん、初日が開きまして、うん、まあ、全国ツアー回るんですけど、うん、出演者が、うん、内野聖陽さん、うちの声優さんが、まあ、主人公なんですけど、やべえな、それにまずビビったもんな。そうなんですよ。で、うちのさんが、まあ、うん、フランス人外交官の役をやりになるんですけど、うん、中国の毛沢東のスパイで狂撃女優に扮した、うんうんうん、そんな役どころを、まあ、だから相手役ですね、うちのさんのを、うん、ジャニーズ事務所の岡本圭人さんが務められます。はい、はい、なんかなんて言うんだろう、すごい、もうビジュアル、これ検索して見ていただいたら分かるんですけど、うんうん、なんかとってもこう怪しげなというか、ビジュアル、ビジュアルがもう、あ、気づかなかった、これ男性なんだ ね、この写真ね、どこからどう見ても綺麗な女優さんですよ ね。いや、すごいよこの舞台と思って、もう割と朝ね、午前中に情報解禁されてて、僕まだちょっと寝ぼけまなこだったんだけど、そうですね、はい、わーと思って、なんか、藤谷理子と思って、あの藤谷理子と思って。あ、この舞台、もうほんと日本を代表する俳優が出てるさ、舞台でさ、ほんで、キャスト少ないしさ。7人なんですけど、女スパイでソン・リリン役を演じられる、うん、岡本さんもそのニューヨークに演劇留学されてるような、うん、あ、そういう方なの。そうなんです、方なので、そう、そのね、岡本さんになんかいろいろお話聞いたりとか、うん、そういう時間もあったりして、結構先の舞台、先の本番だと思ってて、うん、私今別の芝居の稽古中でもありましたから、うん、やってるでしょ。うん、そうなんです。結構のんきに構えてたら、もう、うん、そんなんじゃもうとってもじゃないけど、ついていけないというか。いや、これはちょっとハイグレードな、そうですね、本当に印象を持ちましたよ、この舞台。頑張らないとという感じです、ね。いや、頼もしいな、新劇団員がもう。ちょっと演劇界のさ、この、なんかすごいとこにいるよ、今。進撃ない。なんでか、本当になんでかわかんないんですけど。そう。ね、いや、びっくり。いや、もう、ペコペコしちゃうかも、リコちゃんに。いや、本当にもう、そんな、とんでもない。本当に、ね、周りの、うん、その、主演のお二人以外の、4人の、先輩方もすごくて。うん、浅見ひかるさんとか、私、小松座の日本人の部屋で一回ご一緒してたんで。そっかそっか。あー、感動の再会でした。浅見さん、リコちゃんみたいな感じで、もね、コロナなんだけど、エアハグをして。エアハグして、はい。嬉しいですって言って、そんなのもある。よかったね、またその、心強いですよね。本当に、そうですね。一人でも知った方がいると、その、本当に初めましての演出家の方とご一緒するのがめちゃくちゃ久しぶりなので。そっかそっか。もうなんか本当に、なんか、動機が止まらないです。いや、演劇モンスターに成長していくよね、もうこのペースで、このグレードの舞台続いてたら。いや、もしそうなったら、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。演劇モンスターを将来の夢にしようかな。いや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 、本当に、またこれも、見に行かせていただきますので。そうです。本当に初めての翻訳劇なので、うん、もう、まあ、ついていくのが精一杯、ついていけるかどうか、振り払われないようにしっかり掴みながら、先輩たちの背中やら足やら腕やら。うん、手やら、うん、はい、あ、じゃあ、まあ、
直近の4月の舞台の情報もなんか直近の舞台は、うんシアタートラム、こちらは東京公演しかないんですけども、うん、世田谷にあるシアタートラムにて、4月2日から4月17日までですね、もはや静かというお芝居で、うん、もうチケット一般発売も全然始まってますので、皆さんよかったらね、いらしてほしいんですけど、うん、アミューズの橋本篤さん、黒木華さんが主演ですね。はい、そして、平原哲さん、うん、足立由美さん、そして上田遥さんと私のお友達の天野花ちゃんが出るっていう舞台で、うん、こっちもこっちでもそれこそモンスターだらけで、いやそうだな、確かに本当に日々私は足立由美さんと平原哲さんと同じシーン、うん、というか同じシーンの役なんですけど、うん、大体、うんうん、もう足立さんのあの大きな瞳でね、あの目に涙いっぱい浮かべながらこう、はい、セリフを私に向かって言われると本当にもう胸が詰まりますね。あら、そうですか。はい、ちょっとお便り読もうかな。はい、ラジオネーム栗ごはんさんですね。90クロンジャー終わってからね、マクツロスに なられてはいませんかっていうね。うん。私は配信アーカイブをお代わりして大満足と思っていましたが、あ、上田さんのね、Vlog を拝見して、またまたマクツが蘇ってきましたと。見れば見るほど発見がある、本当に中毒性の高い作品ですね。そして、ブロラジの皆さんのお便り、お二人の裏話も楽しかった、みたいな話がありましてですね。そして、ラジオドラマの話に触れてくださってますね。今月のラジオドラマ、待ってましたのブレイキン小林さん作、いいですね。ブレイキンさんの作品はなんだかすごく癖があっていつまでも印象に残るというか、ギャラリーのお話とか未だに忘れられません、今回のドラマもおそらく20代後半青年の疲労感と未成熟な感じがたった十数分の会話劇からじわじわ伝わってきました。しかも会話の内容が全然シリアスじゃないところがいいですよね。わかります。ちょっとめんどくさい主人公を旧友、親友というわけではないのかなぐらいの旧友が受け止めてくれたのか、うん、くれていないのか、この話は続くのか続かないのか、このぼやっとした感じもいいですね。小林さんは普段からきっと観察眼がすごいんでしょうね。リアルだけど聞いていて嫌じゃないさじ加減もとても好きですというような感想をいただいてます。いや本当にこれも僕もこのお便りね、ブレイキンにちょっとお便り来てるよって見せて、うん、すごく喜んでました。ということでラジオドラマのコーナー行ってみたいと思うんですが、今週のどこかに帰りたくなる日々というラジオドラマ、は第3話になります。サブタイトル、それぞれの星。それでは開演いたします。この町に帰ってきてから早1週間が過ぎた。通学路を歩いてみたり、思い出の公園まで散歩したり、あの頃に浸るためにここでできることは大体やったつもりだけど、その結果意外と何も思わないことが分かった。いくらあの頃の動線をたどるように散歩しても、繰り返される日々にやきもきしていたあの頃の感情とは何ら変わりはなく、ただ変わらない日常を過ごしているだけだった。まだ自分自身があの頃を懐かしむほど成長できていないのか、自分の過去と現在がこうも地続きなものかと少しがっかりした。おう、ういっす。まだいたんだ。うん、帰ってもやることないしね。そっか、どこ行く？とりあえず走らせてよ。あー、わかった。
こないだはごめんね。いや、俺もなんか変に感情的になりすぎたし、いや、こちらこそだよ。いや、ごめん。気をつけるよ。うん。いつあっち戻んの？ぼちぼち戻ろうかなとは思ってる。そっか。結構いたもんね。うん。ちなみにさ、今どこ向かってんの？まあ、一応展望台に向かってる。ほら、昔よく行ってた。ああ、あそこか。いいじゃん。うん。ほら、あのきつい坂道わざわざチャリで必死こいで登ってさ。いや、懐かしいな。うん。あのさ、その、場所に対して懐かしいってさ、本当に思う？え、思うんじゃないの？どうしたの？いや、ごめん。なんか、この一週間いろんな場所に行ったり、いろいろやったりして、なんかに浸ろうと思ったんだけど、なんか、意外と何も思わないんだよ。懐かしいとか。ああ、そうなの？うん。俺も心死んだのかなとか思ったんだけど、でも久々だとかどうとかじゃなくて、多分あんま変わってないのかもね、場所も自分もさ。なんか深そうだね。深いとか言うとなんか浅くなるからあんまあれだけど、なんかここって今やもう俺にとっての日常じゃないと思っててさ。うん。もう何のしがらみもなくて、単に思い出の場所というか、まあ逆にファンタジーの世界というか。だからなんかもっと期待してたんだけどね、全然普通だったわ。やっぱ何も思わない。うーん、思わないな。いや、綺麗だとは思うけどね。俺は懐かしいけどな。いいな。川西はさ、結局ここに何を求めてたの？そもそも最初から何もなかったじゃん。だから意味なくチャリとか漕いでたんじゃん。そうだけど、なんか青春感？そんなのあの頃からなかったじゃん。まあまあ、要はあれか、エモくなりたいみたいなさ。あ、え、そういうことでしょ。終わりの言葉だよ。え、何がよ。ああ、もうおしまいだよ、おしまい。いや、いいじゃん別に。いや、その言葉だけは使わないように必死に別の言い換えで頑張ってたのにさ、なんで言っちゃうんだよ。え、頑張ってたって何もうまく言えてなかったんだからさ。いや、にしてもだよ。いや、悪いけど何も言ってないのと同じくらいうまく言ってなかったよ。いや、それでもさ、こっちの頑張りは伝わったでしょ。まあ、うん、じゃあ汲み取ってよ。まあいいじゃん、これやっと理解できたんだし。おしまいだよ。じゃあさ、夜の校舎に忍び込もうよ。はあ、もうおしまいだ。いや、いくらそんなこと言ったってさ、もうやることっつったらそれくらいしかないでしょ。ほら、あるじゃん、夜の屋上忍び込んでさ、なんか喋んのよ。わかんないけど、なんかあるじゃん。ああ、わかる。やろうよ。わかる。まあそりゃそうか。割る？え？窓割る？本気で言ってんの？まあちょっと。なんで？ゾーン入ってんの？まあちょっと。いや、いいわけないじゃん。あ、プールは？プール？あ、夜のプールも青春って感じじゃない？ああ、確かに。わかんないけど、なんとなくニュアンスはわかるわ。行くか。ああ、
先客いるね。しかもややこしそうだな。帰るか。ちょっと聞いてこいよ。やだよ、バレたら殺されちゃうよ。いいじゃん、減るもんじゃないんだし。ここに来てからのお前なんか無敵だな。あとよ、お前らなみなみのコーヒーが入ったコップをよ、こう逆さにしてもこぼらねえつまじかんだろ。おお、はい、はい、な、はい、あんだろ、お前ら、はい、あれの種知ってっか。いやあ、ちょっと知らねえっすね。知らねえか。あれ実はな、こうコーヒーの下にスラッシュパウダーつ凝固剤が入っててよ。そんでこう逆さにした時にその粉とコーヒーが混ざって、でそのスラッシュパウダーが作用してコーヒーが固まっからこぼれねえ、そういう仕組みになってんだよ。へー、そうだったんですね。おう、面白いだろ。面白いですね。なあ。何が面白いんだよ。あ？なんだマサル。スラッシュパウダーってなんだよ。てかまずコーヒー入ったコップ逆さにしてもこぼれねえマジックってなんだよ。知らねえマジックの種明かし聞いてもよ、何も面白くねえんだわ。あ？逆切れか？逆切れはてめえだろ。マイナーなマジックの話して一年に気づかせてよ。いやいや、まささそんな。じゃあてめえら知ってたのかよ。コーヒーのマジックもスラッシュパウダーもよ。知らないっす。ほら気使ってただけじゃねえかよ。おい。てめえするならもっと鳩のマジックとかの話しろよ。昨日 YouTube で見たんだよ。知らねえよ。あ？お前さっきから知らねえ話ばっかしてんな。なあ。知らねえ話すんならせめて実際に俺らに見せてからにしろや、そのコーヒーのマジックをよ。なあ。俺らバカだからよ。口で言われたってわかんねえんだわ。やれや、ほら。やれって今すぐそのコーヒーのマジックやってみるってんだよ、これ！て、ちょ、ま、マサルさん。フミヤさん、大丈夫ですか？てめえ。俺いつから俺のことマジシャンだって勘違いしてたんだ。あ？ことあるよな。俺はマジシャンだってお前らに一回でも言ったことあるか？おい。ことあるよ。俺はいつからプロのマジシャンになったんだ？おい。ことあるつってんだろ、こら。プロとは言ってねえだ。ちょっとやめてください、ちょっと。顔はダメです。斎藤も。いや、やめてください、ちょっと。やめてください、たまに。おーおーおー、今日も元気で何よりだよ。あ、みちるくん。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。お疲れ。なあ、フミヤ。はい。俺は知ってるぞ、コーヒーのマジック。お、本当ですか？ただ、メジャーなマジックではないと思う。そうですか。すいません。いや、いいんだ。よし。今日お前らに集まってもらったらな、俺からちょっとした報告があってな。報告ですか？おう、俺はこの学校を卒業したらこの町を出ようと思う。そんでお前らともしばらく会わないようにする。え、ちょっとそれどういうことですか？俺はな、お前らと出会ってこの高校のてっぺん取ってからこうやってふんぞり返ってくだらない毎日過ごしてさ、もちろんすげえ楽しかったんだけどよ、正直甘えすぎだと思うんだわ。お前らにも、この街にも。あ、甘えてって、それは俺らの方こそですよ。いや、お前ら立派だよ。俺の言うことに何一つ文句言わずについてきてくれてよ。だから、俺はこの街を出て、俺のことなんて誰一人として知らねえようなとこにいて、一から自分の足で、ちゃんとやり直そうと思う。みちるくん。ごめんな。こんなしみったれた話しちまってよ。みちるくん、わかんねえよ。俺バカだからよ。みちるくんの言ってること全然わかんねえよ。泣くなよ、マサル。日本一のグラフィティアーティストになるんだろ。大丈夫だって、お前なら。おう、フミヤ。はい。あとは任せたぞ、この学校のこと。はい。
ヒロヒコ、ユキ。はい。たくさん学んで、たくさん遊べ。大学行きたいなら、内申点はちょっと気にしとけ。はい。ああ。よし。じゃあ、ひとっ走り行くか。これでもか、というほどの青春を目の当たりにした僕らは、少しの間、その場から動けなくなった。そして悔しいけど、あの頃あんなに毛嫌いしていたはずの人種のやつらに、なんだか喝を入れられたような気持ちになった。すごい悔しいけど。まあ確かに過去に依存しているだけじゃ何も進まない。いくらでも甘えられる場所があるからこそ、僕は未来を進めよう。みちるくんの言葉を聞いて、そう思った。今を全力で生きることが、そして全力で楽しむことがすべて、彼らにそう教えてもらった気がする。もう少ししたら僕もこの町から離れよう。帰ろっか。そうね。車に戻ると、寺田の車のボンネットには、真っ赤なスプレーで、MCR 図参上、と大きく落書きされていた。MCR、みちるくんの頭文字か。それに取り巻きもいるから複数形。彼らのチーム名だろうか。そういえば、グラフィティアーティストを志しているって言ってるやついたな。こんなものをグラフィティと呼んでいては、一生大成することはないだろう。もっと高架下とか行ったりして勉強した方がいいと思う。そうか。このグラフィティこそがこの街のポテンシャルか。そうか。そうか。僕は一刻も早くこの街から離れようと、改めて決心した。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきました、主人公の川西、役は、岡本翔也さん、そして、寺田役はゴンさん、そして不良たちがたくさん現れましたけども、みちるくん役が、お肉とそれる団長の池浦貞弓さん、ふみや役が、高坂克幸さん、そしてまさる役が、まさる、これ名前読んでたっけ？複数人不良たちがいるんですけども、まさる役が大俊智弘、で、ひろひこ役が小林哲也、ね、脚本の小林哲也ですね。そして、ゆうき役が松尾弘樹。はい。一年、そう、一年のね、後輩たちが、小林くんと松くんやって演じてるっていう感じですね。で、来週が最終回ということになりますね。はい。いよいよじゃないですか？リコちゃん、おそらく出るんじゃないですか？来週ね。あ、やっと出させてもらえるんですかね。うん。なんかこの、そうですね。不良たちに一人一人に名前つける感じとかがなんか、うん、ね、作品をいかに愛してるかが。うん、わかりやすいです。ブレッキン先生がシェイクスピア先生と一緒ですよね。シェイクスピア先生はもう早くにも名前を絶対つけると、はい、しっかりありますから、うん、ね、いやだから、うん、だからブレッキンの脚本は、まあ、すごい感情の機微がさ、なんか細かいやり取りしてるからさ、うん、やっぱりすごい詳細なイメージ湧いてるんでしょうね。そのためにもこうやって名前を細かくつけてるのかもしれないですね、なんかもう泣きたくなるぐらいなんか、うん、どうでもいいのに、うん、なんかすごいこっちがガッとくるというか、そうね、まさにエモいという感じが。そうですよ。なんか、感情掴んできますよね、なんか。うん、ガッと。うん。些細なことなんだけど。ファーっと
平坦かと思いきや、うん、なんかねキュッて泣きたくなっちゃうぐらい揺さぶられるんですよね。ですね。はい、ということで来週最終回どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、エンディングに行きましょう。はい、あのね、栗ご飯さんのお便り続きがあってね、はいはい、長野さん室敷学芸会ロングラン公演決定 おめでとうございます。昨年ね中止と言わずね延期しちゃったんですよ、うんうん、はい、でそれを受けて大阪のチケット取ってたらしいんですけど、大人になってからこんなにがっかりしたの久しぶりというぐらい残念な経験、ね、遠足に雨、運動会に台風みたいなショックさ、うん、って書いてますけど、はい、でしたが、忘れずに1年後に本当に開催してくださるなんて、それだけでもう胸熱です、涙、チケットエントリーはしましたが室敷は競争率高そうなので奇跡を信じて待つばかりです。お稽古はまだ先ですからね、最高の記事役楽しみにしておりますという、はい、そうです、室敷、学芸会ね延期になった福岡公演と大阪公演が、やります。そしてこれがもうチケットが発売しておりますので、ぜひこちらゲットしてください。これは本当に皆さんおすすめです、はい、もうみんな見てほしいです、うん、大人も子供も、はい、そうですね。しかもこれ昼公演は1時間ぐらいのショートバージョンになるんですよ。へえ、はい、それはますます見やすいですね。年齢制限なく、あの赤ちゃんから見れる劇です。あら、お昼公演は、はい、私これをファースト演劇体験にしたいです、うん、私がお母さんなら。なるほど、レコメンドしてください、うん、子供がいたなら一番最初に見てもらう劇体験として、うん、あんなにワクワクするエンターテインメントで、うん、しかもしっかりお芝居でっていうの、なかなかないですよ、皆さん。そうですよ、絶対見てください。野外劇青空の下やる、はい、学芸会でございます。どうぞよろしくお願いします。それがお芝居、芝で見るからお芝居なんです、ね、そうですね、これぞ芝居、うん、そうです、いえ、よろしくお願いします、はい、うん、まあ、リコちゃんも舞台が立て続けでございます、はい、ということで。ございますので、チェックしてください。はい。うん。それではお便り宛先お願いします。はい。いつでもお便りお待ちしております。宛先は全部小文字で、europe.broadway@gmail.com、europa.broadway@gmail.com です。聞き取れなかった方は、ヨーロッパ企画のホームページをチェックしてください。あ、そうだ。これ、もう、時間がいっぱいいっぱいになってるけど。うん、なんかね、4月、うん、また朗読をやろうかと思ってるんですよね、ブロードウェイラジオで、うん、まあ前回青空文庫っていうね、サイトから選んで読んだりしてましたけども、はい、だいたい10分以内とか10分ぐらいのやつやったりしてて、うん、まあなんかもしリスナーさんもこれ読んでほしいとかね、リクエストあればください。あ、うん、いいですね、喜んで読みます、うん、喜んで読ませていただきますほんで、あれですかね、あともうなんかもうそれ以外でもなんか、あ、お手紙でもいいですよ、こうしまい込んでたお手紙とかね、うん、読んでいいのあったらちょっと読んでいいお手紙とかね、うん、とかレシートとかでもいいですよ、うん、昨晩のスーパーの買い物のレシートとか読みますよはい、音楽つけて読みましょう、いい、うん、はい、はい、なんかちょっとそんな柔軟にやっていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ではヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、また来週もお楽しみに。さようなら。